ウィリアム・ウィザリングは、イギリスの植物学者、地質学者、科学者、医師である。ジギタリスの臨床試験を行い、強心利尿剤としての薬効を発見した。実験薬理学のパイオニアとされる。ルナーソサエティの一員でもあった。シュロップシャーのウェリントンに生まれた。1762年から1766年まで、エディンバライ学校で学び、 1767年から、スタッフフォード王立診療所のコンサルタントとして、働いた。1775年に、医師のエラズムス・ダーウィンの推薦を受けて、バーミンガム・ジェネラル・ホスピタルの医師となった。1783年に、肺結核を自覚し、ポルトガルに二度、西洋のため悲観するが、二度目のポルトガルからの木と、海賊に襲われるという経験をした。 ジギタリスの薬効は、水種の民間薬として用いていた、シュロップシャーシューの老婆が処方した薬草の中から突き止めた。ウィザリングは9年以上かけてその植物の各部位の薬効を調べ、156の治療適用の結果により、その適量や用法を調べ、1785年にその成果を、 アン、アカウントオブザ・フォックス・グラブ・サム・オブ・イッツ・メディカル、ユージズ・ウィズ・プラクティカル・リマークス・オン・ザ・ドロップ・シー、サム・アザ・ディジースとして出版した。治療した患者の中には、エラズムス・ダーウィンの依頼を受けた患者もいた。1785年、ダーウィンは、アン、アカウントオブザ・サクセス・フル・ユーズ・オブ・フォックス・グラブ・イン・サム、ドロップ・シーズ・イン・プルモナリー・コンサンプションという、論文を、 ロンドンの医学校に発表し、ウィザリングとダーウィンは業績についての論争を起こすことになったが、国内外でウィザリングの業績は知れ渡っていたために、ウィザリングが勝利した。植物学の分野では1776年に、イギリスで育つ植物についての書籍を執筆し、リンネの命名、分類法を採用し、ジョナサン・ストークスらと共に何度か、改訂本を出版した。 1787年に、ロンドンリンネ協会の会員に選ばれ、ウィズリングはソラナシアという中米産のナス科の植物に命名された。科学、地質学の分野では、イギリスのカンバーランドで得られた、テラ・ポンデロサという鉱石を分析し、未知の物質であることを示した。成分が炭酸バリウムであることが判明した後、この鉱物は、 ドイツの地質学者ベルナーによって、ウィザリングの中ラウィズライトと命名された。イギリスや国外の温泉の成分分析も行った。ポルトガルのカルダスダライン派の薬泉の分析の功績により、ポルトガル科学アカデミーの会員に選ばれた。1791年、フランス革命直後のバーミンガムで、ジョゼフ・プリーストリーラ被告京都を狙った暴動が発生し、 ルナーソサエティを通じて彼と親交があったウィザリングの家も襲われそうになるが直前に軍隊によって救出された。1799年にバーミンガムのスパークブルックで結核により死去。バーミンガム大学の医学部にウィリアム・ウィザリング教授職が設けられ、毎年記念公演が行われる。ウィズは植物の学名で命名者を示す場合に、 ウィリアム・ウィザリングを示すのに使われる。ウィキメディアコモンズには、ウィリアム・ウィザリングに関するカテゴリがあります。ありがとうございます。